キナーノ、俺のために来てくれてありがとう。お前のためじゃねえんだよ。叩くぞお前。緊張して死んじゃうから無理かもしれない。やっぱそうだよ、同性に好かれるか。新章おめでとう、めっちゃ可愛い。ひーちゃんひーちゃん、ありがとう。その金でご飯行こうぜ。じゃあありがとう、今度隣に並ばせて。ありがとう。ひなーの、俺のために来てくれてありがとう。お前のためじゃねえんだよ、アスミのためなんだよ。叩くぞお前。やだ。なんでそんなこと言うのねえ、なんでそういうこと言うの。顔は可愛い。くそか、うざすぎる。よいしょ、待つ。叫ばなかったら可愛いよ。え、じゃあ今生体検出叫ぶならアスミ可愛いじゃん。どうそれで。いいよね、ありがとう。いいよ、ギューしてくれて。ノア先輩、あー、ノア先輩と二人でユニバデートなんて緊張して死んじゃうから無理かもしれない。アスミだってジェットコースターとか一緒に行ってる友達の隣で腕掴んでなきゃ乗れない人だよ。絶対ノア先輩嫌だって言うじゃん。乗れないよ。あ、でもノア先輩からね、自撮りの写真もらったの。隣並べていいって言ったらいいよって言われたから、そのうちみんなに見せるね。ノア先輩ツンデレだからな。隣並べたいから写真ちょうだいって言ったらくれた。いいよ。なんでいるの？ノア先輩。後で写真並べようね。ねえ、ノア先輩。アスミやっぱ両思いなんだ。やっぱそうかな？やっぱそう思う？そうだよね。やっぱそう思う。アスミも最近そうかなって思ってたんだよね。実は最近ちょっと好きだなって思ってくれてんのかなって。ちょっとね、アスミも気づいてたんだよね。でもノア先輩には内緒だよ。まだもうちょいな気がするから。まだもうちょいな気がする。あともうちょい時間かければ育むか。どうしよう、これでノア先輩からしばくぞってちょっと来たら怖い。ほな、この辺でおやすみ。バイバーイ。